あ、ウサダペクーラー。ウサダペクーラー。アーモンド。アーモンド。ペコちゃん、配信？配信外か？これ。ホロライブ3期生のうさだペコラペコ。なに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 ？なに？え？偽物？偽物？なんか急に名乗られると偽物なのかなと思ってしまうこの現象。突然すぎて。それで、アーモンド、アーモンド。あ、こういうこと？こういうこと？これが正解の返し方。これ？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 こういうこと？ わかんないよ。そういうことや。本当か？本当にこれで合ってんのかな？これが正解か。ちょっと後で聞いとくわ。あれが正解だったのかどうか。もうペコちゃんアーモンドでいいのね。うん、スイちゃんが勝手に言ってるだけだから。この花が実はアーモンドの花で、私がペコちゃんを好きすぎて、ペコちゃんをリスペクトしてこのアーモンドの花を乗っけた。そういうこともね、すべて私の独断だから。アーモンドの花。ペコちゃんには内緒にしといてね。私の髪のアーモンドの花はペコちゃん意識したんだ。ペコちゃんには内緒ね。はい。アーモンド花咲くんだ。 アーモンド花咲くんだ。 ちゃんと返信してくれた。 ちゃんと返信してくれた。 優しい。 いや、私も思ったんだよね。アーモンドって花咲くんだって。なんかリスナーさんが教えてくれたの。アーモンドの花って桜に似てるんだよって。あ、そうなんだって。そもそも梅じゃないの？いや、梅じゃないけど。アーモンドの花だけど。これペコメットの、ペコメット匂わせなんですけど、これ。言っとくけど、あんたたち知らないかもしれないけど、ペコメット順調なんだからね。 何が順調なのかわかんないけど。